これから皆様にお届けするグッドアクションとは、企業や働き手の抱える課題に対して働く個人が思いを持って立ち上がり、周囲を動かして生き生きとした職場を作っていく取り組み、アクションに光を当てるプロジェクトです。対象、徳島県警察。警察官の仕事への意識を変え、定時退庁や有給休暇取得を推進、遊び心あふれる異例の広報誌週刊副署長を一人で発行し続けた管理職の思い。部署によっては不規則な勤務時間や残業が多い警察署で働き方改革への意識を向上させ、署員同士のコミュニケーションを活性化させるために、副署長の発案による署内広報物週刊副署長を全36号まで発行。縦社会の風土が強い警察組織でユーモアあふれる紙面作りを行い、署員一人一人が働き方への意識を変えられるよう働きかけた。はい、真面目に皆さんやってることはやってるんですけれども、もっと遊び心を持ったりとか、仕事が楽しいと思えるようなことをみんな思ってくれたら、逆にこういやいやながら仕事をするよりも、楽しい仕事を、副所長あんな感じだから楽しくやろうかなというふうに思ってくれた方が、住民のこう生活を守るっていう使命はより質が高い仕事ができるんじゃないかなと思いましたので、続けていくモチベーション、また自身のモチベーションにもなりましたし、いざ続けてみたらなかなか習慣っていうところのハードルも高かったんですけれども、ちょっと狙いではあったんですけど、私自身もこれ伝えたいなっていうのがちょっと湧き出るような感じになりまして、だんだんもうやっぱり習慣っていうのがもうなんていうか習慣づいてしまいまして入賞、株式会社ミニッツ。言われた通りに 100% できる人をもっと評価したい。1日100食限定、毎日18時までに退勤できる飲食店を実現した100食屋の思い。100食屋は1日100食限定のステーキ丼専門店。営業時間に縛られて長時間労働を余儀なくされる従来の飲食店経営の常識を覆した。食数を目標として掲げることで、全スタッフが残業せずに計画的に働ける環境を実現。同じメニューを提供し続けることで業務ルールをシンプルにし、多様な人材が活躍できるようにしている。持続するって実は一番難しいことで、働く人たちがどうやったらずっと働きたい、頑張りたいって思えるのかなって思った時に、やっぱり細かくて達成しがいのある目標を設定することと、それが決して無理じゃない数字であるということ、そのあたりを組み合わせることが大事なんだろうなって思った時に、飲食店は今まで時間で区切っていた働き方、何時になるまではどんなにお客さんが来はっても絶対に頑張り続けないといけない、それが今日10人かもしれないし100人かもしれないって、分からない不安とずっと戦わないといけない、これをどうやったら改善できるのかなって考えた時に、数字が見えない不安っていうのを解消するために、食数で打ち切ったらいいのかなっていうのを最初実はサラリーマンの時に気づいたんです。それぞれ働いてる人がこう判断できる基準があったらいいのになっていうのを思っていた中で、自分がするなら100食で終わるっていうその数字、これさえ決めれば時間じゃなくって、ちゃんとカウントは自分たちでもできるし、この人が最後の人なんだって思ったら、その時にやっぱりやったって思えるし、そういったところを働き方に導入したいなと思ったわけです。入賞、日本イーライリリー株式会社。なぜ偏頭痛は相談しづらい？有志メンバーの疑問から生まれた偏頭痛部の活動が、見えない多様性に優しい社会を作る取り組みへと発展。悩んでいる人が多いにもかかわらず、当事者からは打ち明けづらく、職場単位での配慮も進んでいない偏頭痛。この症状についての理解を深め、悩みを共有しながら働きやすい環境づくりを目指していく。偏頭痛部を有志メンバーで立ち上げた。7名で立ち上げた偏頭痛部には現在110名が参加。この取り組みによって、社内では偏頭痛への理解が広がるとともに、腰痛や女性特有の症状など見えない多様性についての関心が高まり、マネジメントや職場環境に好影響をもたらしている。30代の女性の 20% が偏頭痛って言われている割には、周りに全く聞かないというのはすごくおかしいなと。でそこに違和感を持った社員が何名かいまして、偏頭痛部を立ち上げました。実際偏頭痛部を作って皆さん集まってお話し始めると、もういろんな意見が出てきまして、なんか話し始めて本当に良かったなと。でこれが多くの人になんかこう伝わっていくような活動が価値があるのかなというふうに今も強く感じています。
今回の取り組み、受賞されたものだけではなくてですね、他のものを見ても大きく2つの特徴があったように私は思っています。一つはやっぱりリーダーの役割ってものすごく重要なんだなっていうのを改めて認識をさせていただきました。つまり企業を変える、働く人の意識を変える、働く人たちで自分で変わってくれってことを言う、変なリーダーもたまにいるんですけれども、結局リーダーが歩き出さないと組織っていうのは変わりません。それからもう一点はですね、要するに働いている人たちを幸せにする、働いている人たちをハッピーにする、その視点で全ての議論がなされている、行動アクションがなされているっていうのが、それも素晴らしいなと思いました。つまり先ほど最後に申し上げましたけれども、働く人たち のところまで降りていて、降りていってっていうと、なんか上から降りていくみたいで、あんまいい言い方ではないんですけれども、働く人たちに寄り添って、でその人たちの意識と一緒にリーダーが行動していく、そうでないといけない。つまり働く人たちが幸せになっていかないと組織っていうのはやはり変わっていかないんだってことを認識させられた今回の受賞でありました。入賞、株式会社日東物流。従業員の幸せのために社長はあえてトラックと売り上げを手放した。健康経営を実践する日東物流の改革ストーリー。慢性的なドライバー不足や長時間労働の常態化、高齢化の加速など問題が山積する物流業界。課題の根底には社員の健康があると考え、健康経営の実践とコンプライアンス遵守を強く推進している。その前提として取引先との条件交渉を長年継続し、単価向上や不採算ルートの見直し、無駄な業務の削減を実現。売上を減らしながら経常利益を大幅に高め、ドライバーが無理なく働き健康を維持できる体制を整えた。まず何せその業界のイメージを変えたいってことなんですね。で、この運送業とか物流業ってどうしてもそのブラックなイメージがあって、そのために僕らがそのコンプライアンスとか、運送業だとブラックとかコンプライアンスは絶対無理とかってイメージを覆すことで、その業界全体のイメージが変わって、あ、物流業界で働くのもすごく素敵だなとかって思ってくれる方が一人でも多くなったらいいなと思いますね。振り返ってみると、その僕たちはこの10年間こう本当に小さいことから、できることからコツ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 やり続けてって今があるんですね。だからその当時なんかっていうのはもうゴールはもう全く見えないですし、自分たちのやってるその改善のアクションっていうものがどんな効果があって、その見えるほどの効果なんて全くないわけですよ。やり続けてやり続けて3年ぐらい経って振り返ってみると、なんかちょっと変わってきたなっていうのが実感ができる。当然周りの従業員さんに支えられながらの話ですけど、ただその成果をすぐに求めないということ、長い長期スパンでこう見ていて、くじけないでやり続けたら必ず成果って出るんじゃないかなと思います。入賞、株式会社京谷染物店。社長にはついていけない、崩壊寸前だった中小企業のストーリー。10年年表で全員の夢を共有し、掲げた目標を達成し続ける強いチームへ。長時間労働が常態化し、かつて社員にもう社長にはついていけないとまで言われた状態から、大規模な業務改革を実施。一人一人の幸せを実現した先に会社の成長があるという考え方を徹底し、各社員の夢や目標を共有する10年年表を作成。個々の思いを共有し、若手からベテランまで全員が生き生きと働ける環境を実現した。それまでは社長って立派な存在でなければならないとか、弱みを見せてはいけないとか、むしろ威厳を保ってみんなの憧れの的でなければならないとか、なんかそういう思いがどっかあったんですよ。これ立派な社長像っていうんですかね。でもその場になった時にですね、そう言われた時にですね、私が言ったのは、俺だってそんなね、将来のことなんて見通せねえんだよと、俺だってわかんねえんだよ、不安なんだよと、不安の中でも必死になって頑張ってんだよと、俺は本当はみんなに助けてほしいんだ、お願いだから助けてくれって。でその時にですね、本当に本音泣き言のようなことをもうボロボロ言ったんですよね。そしたら社員たちに、そうだよねと、一人がですね、社長も人間だもんなとか、社長のそういう本音聞けてよかったですとか、その後から徐々に社員たちと その距離っていうのがですね、詰まってきて、実現できて、社員たちも私の思いってやっぱ分かってなかったっていうのもあるじゃないですか。で自分さえ良ければそれでいいって思う社長だってその時は多分思ってたと思うんですよ。ところが本音としては、なんとかみんなをいい状況にしたいって思いで必死になって頑張ってたっていうことがあんまり伝えてなかったし、社員たちも分かってなかったと思うんですよ。入賞、学校法人ニトベ文化学園。
自由にキャリアを描き、学校の外でも価値を発揮する、副業・兼業に取り組む二刀流教員が子どもたちの新たなロールモデルになった。未来の学校の教員は社会を広く知る人物であるべきという思いから、現職の教員が外部で副業に就いたり、民間人材を副業教員として迎え入れたりする学校ダイバーシティを進めている。教員の副業推進に向けてはチーム担任制を導入し、一人でクラス運営を抱え込むことなく、残業削減にもつながる体制を整備、多様な人材が教壇に立っている。やっぱ多くの人たちは今まであるよくある先生像ではなくて、やっぱり伴走的で生徒たちのやりたいことを大事にしてっていうのを本当はやりたいんですが、と、今までいろんな理由でできなかったですとか、やっぱり基本的にはその自分のやりたい姿を追いかけていくっていうのが大事だと思うんですよね。僕はなんかその最上位の目標が合意してれば、その先生の働き方とか個性っていうのは本当バラバラでいいと思っていて、で、様々なフィールドで活躍する先生と意見交換することで、より社会を俯瞰して見ることができて、より社会に近づけた教育が作れるんじゃないかなっていうのを思います。やっぱりこの2年間のですね、コロナ禍における閉塞感もあり、やっぱり日常の中で何をしていくか、何のためにしていくかっていうのを、おそらく働き手も経営も考えてらっしゃったのかなと。その中で、いや、ここでなんか諦めてはいけない、もっと変えていかなきゃいけない、その思いがすごくいろんな取り組みから伝わってきました。で、もう一つ思ったことは、従来の経営が中心で決めていくやり方ではなくて、働き手中心で何ができるか、もうちょっとこう深めると、働き手プラスお客様、地域、社会で、他者も含めたですね、コミュニティ、全部そういった視点を考えた上で、ベストなことは何かという発想が共通していたのかなと。入賞、一般社団法人架け橋。公務員だけでもボランティアでもない、副業で起業という第三の道。ビジネスの力で地域課題の解決を目指す横須賀市職員の新たな挑戦。横須賀市役所の職員が地域の課題を解決する取り組みに持続性を持たせるために、一般社団法人架け橋を設立。市内で暮らし働く現役世代の声を聞き、地元野菜の販売を拡大するための事業立ち上げなど、さまざまな活動を進めている。また同法人の活動によって、市民からの市役所に対するイメージ向上といった副次的な効果も得られている。横須賀市は比較的そういった挑戦する心とかっていうのを変える心とかは比較的受け入れてくれている職場なのかなと思っています。それは今の上地市長をはじめ、そういったこう前例踏襲っていうのはダメだよとか、そういったこう話がよくされるので、そういったある職場の雰囲気があるのかなと思ってます。架け橋では正直そういった仕事何でもできるので、人事異動で与えられた仕事で不満を持ってるとは言わないですけど、どうしてもこう歯がゆい気持ちがあるけれども、架け橋というまた違った組織だけど横須賀市のために活動ができるっていう組織があることで、いろいろこう、自分は横須賀市のためになっているんだなっていうことが少しでも実感できると、今度本業の方にこちらで活躍する場所があるから、こっちでも頑張ろうっていう気になってくれるんです。入賞、日本生命保険相互会社。オンラインだけでなくリアル空間でも顕在化していたコミュニケーションの課題、4人1組の公式コミュニケーションが職場の活気を取り戻した。コロナ禍で社員同士の懇親の機会や大人数で集まる機会が減少している。感染症拡大を危惧して職場でも積極的に話しかけるべきではないと、コミュニケーションを過度に自粛。そのため在宅勤務をする人だけでなく、出社している社員の間でもコミュニケーションの壁が生まれていた。解決策としてコミュニケーション法という会社主導の取り組みを新設し、明確なガイドラインやマニュアルを配布して、職場で共に働く人の考え方や人となりを知る機会を創出した。
やはり多様な人材が多彩に活躍して組織の力につなげていくためには、個々人の相互理解、コミュニケーションが全ての根幹であるという、そういった認識のもとでコロナ禍であっても定期的に少人数で、開催できる会社主導の組織コミュニケーションの仕組みというものを、作りたいということでコミュニケーション4の仕組みを、導入いたしました。チアアップ賞株式会社津久井。高校生だって活躍できる創意工夫が新たな仕事のやりがいにつながる。人事担当の介護の楽しさを伝えたいという思いから生まれた施策が現場を変えた。高い離職率と採用未充足により人材不足が深刻化する介護事業、スタッフの負担軽減やモチベーション向上に向けた取り組みを実施した。新卒採用100名という目標達成にもつながっている。これから人手不足とかやっぱりいろんな問題がある中で、なんとかそこの部分の介護の中身をですね、分業というか分けられないかっていうところがまずあって、でそこでいろいろ考えた中でケアサポーターっていうところをですね、新たなものでこう創出をして、本当に介護をする有資格者のケアクルーの部分と、無資格でもできる本当にその分業してやれるようなフォローの部分をケアサポーターに分けられないかなっていうところがまずきっかけでありました。僕は大学生の時ですね、就職とか就活ってものをものすごい敵対視してですね、憎んでまして、それを先導している某リクルートっていう会社 もう最も悪いやつだと思ってですね、絶対にあそこが運営しているナビは使わんぞぐらいの大学生だったんですよね。今まあそんなリクナビさんにお金もらってここで偉そうに喋らせていただいてるんで、まあ申し訳ないなと思うんですが、でも今大学生だったらちょっと違ったのかなっていう気がしましたね。お昼ご飯食べてる時に森島先生とちょっと喋ってる中で、まあ最初に組織や組織論なんてなかったんだよと、後付けなんじゃないかと。だから最初にあったのは何かっていうと、まあ人間、そこで働きたい、働こうとする人々の集まりがあったわけですけど、まあそのまま放置しとくとぐちゃぐちゃだし、まあ働く側も困るし、経営する側も困るからってことで、まあそれをどう上手に扱っていくかってことで、まあ組織をどうしていくかって話になってたと思うんですが、まあそれがちょっといつかだんだん行き過ぎて過剰になって、まあ経営者目線というか会社ありき、組織ありきになりすぎて、まあそこに多分当時の生きてた僕は入るものかと、俺は俺だみたいな思ってたわけですけど、今さらに時代が変わって、まあ、そのかっこよく言えば人間中心というか働き手の目線でっていう流れが来たと。ただじゃあそれは昔に帰っているだけかというとそうではなくて、その上でどういう新しい組織や会社の在り方をさらにデザインしていくかということだと思うんですよね。今の大学生とかいいなと思って話聞いていたのと同時に、まあ、そういう時代の流れの中で僕らも働くってことをよりみんなで楽しんでいけると、素晴らしいなと思って今日の、式に参加させていただきました。取り組みのより詳しい内容につきましては、第8回グッドアクションホームページをご覧ください。